さあ今日の質問ですがナンバー3 7の「処女降誕のメッセージで疑問に思ったことがありますこの方は聞いていてくださるわけですねマリアの卵子でイエス様が誕生したということですがこれは初めて聞いた説明ですマリアの卵子には罪の DNA はないのでしょうか今までマリアのお腹を借りて イエス様がお生まれになったと納得していたのですが、はい、この考え方の一番の問題点はではイエスはどこから人間性を得たのかという回答がないことですねまあ現代風に言うとこれは代理母ですよねマリアは代理母であってイエスの母ではないということになりますねでいつものように3つ申し上げますが今日は 聖書3箇所を取り上げたいと思います。1番目が創世紀3の十五、2番目がルカ1の35の前半。そして3番目がルカ1の35の後半を取り上げたいと思います。さあ、創世紀3の十五、こう書かれてあります。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。 彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。これはメシアとサタンから出てくる者のとの葛藤についてこう書かれてあるわけですね。で、普通ユダヤ人が形図を書くときは男性中心です。しかしここでは女の子孫という言葉が出てきます。これはメシアの予言ですね。女の子孫とわざわざ言ってるのは、これは諸女降誕を予言した言葉です。 そして女の子孫というのは女と生まれてくる子供との間の血縁関係を予言しています。それに対してお前の子孫ということは出てきますが、これは反キリストのことです。で、反キリストもまた通常の結婚関係を経ないで誕生するある人物です。その母親が処女か既婚の女性かはわかりません。でも、反キリストもまた 通常の結婚関係を経ないで誕生する。こういう葛藤が予言されてあるわけですね。ですから、女の子孫という言葉から、諸女交談というのは分かり、母と子の血縁関係が分かるということです。2番目、ルカ1の35の A です。前半。御使いは答えていった。聖霊があなたの上に望み、糸高き方の力があなたを覆います。はい。 これはマリアに語られた言葉ですが、聖霊があなたの上に臨むという言葉です。ギリシャ神話のような神と人との結婚物語ではないということがわかります。とっても単純に書かれてあります。そしてイエスがマリアから誕生する。イエスはマリアから人間性を得たんです。イエスは100%神であり、 100%人であるっていうことがここから出てくるわけです。3番目、ルカ 1-35-B 後半ですね。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。マリアの DNA の中には確かに罪の性質が宿っていました。マリアもアダムといえばの子孫です。しかし、精霊の働きによってそれが取り除かれる。 精霊があなたの上に臨むってさっきありましたね。で、今見てるのはそれゆえですね。精霊の働きによってマリアの罪の性質がいわば遮断される。それゆえイエスは人間性を持ちながら聖なるものとして誕生されたということが言えるわけです。イエスはマリアから人間性を得ましたが罪の性質は引き継がなかった。これが聖書的メシア論ですね。 ではまた次の Q&A でお目にかかりましょう。ありがとうございました。